キックさんの新曲リリース待ちなうということで。あ、もうお眠中っていう方もいらっしゃいますね。早い。あら、今ご飯食べてるとこってとこ。そう、今日、まあ、ちょっとだけ降ったりやんだりとかしてたんで、都内も。まあ、基本曇りだったんですけど、雨がばらついた時とかもちょっとあったんで、今日走るのやめようかなと思ったんですけど、用事終わって、リハーサルが終わって、小雨、霧雨の中ちょっと走って、お風呂入って、マッサージして、11時に備えました、私も。明日7月7日、先生ライブじゃん。そう、明日7月7日、まあ、日付変わって明日ですね。そうですね。配信プラス、ライブがあります。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。今日はワクチン接種でした。ということで、お疲れ様です。明日はツイキャスで見ますということです。そう、明日はまあ、土平日なんで、まあ、なかなかこういう状況下でもう来れない方もいらっしゃると思いますが、ツイキャスで配信もありますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。2300円だったかな、いろいろ込みで、配信は。で、現地が3000円。確か。まあ、明日はライブでございます。いつ涙、全然あれが治らない。For you もあるとはびっくりしたんでやんす。あ、明日特典会っていうものが、いつもね、ライブ終わりは、For you っていうなんか動画、1対1のテレビ電話みたいなのやってるんですけども、あれがあるかな、確か。確か。For you 入ってましたね。はい。まあ、明日お仕事の方が多いですよね。そうですよね。9時から For you あるみたいです。はい。ぜひぜひ。よろしくお願いします。ぜひ。かな？うん、9時からだね。明日はツーショットチェキあるの？って。あったような、なかったような、スケジュール見ないとちょっとわかんないんですけども。なんか、久しぶりに、いつも単独ライブっていうと、昼やって夜やってっていう感じだったんで、なんか久しぶりに、夜公演の1回で終わっちゃうっていうのが結構初々しいです、私の中で。あ、チェキありますって。チェキあったはずって。なんでファンの方が知ってるんだろうね。 福岡熱帯夜。もうムワーンとしません？なんか、あれ、梅雨ってこんな感じだったっけと思うぐらい、なんかムワンとする。やだね、熱帯夜が、一番熱帯夜が気に障る。福岡も暑いらしいです。東京も熱帯夜でしたね。走ってた感じ見ると。あ、日本の梅雨ってこんな感じらしいよ。あ、そうなんだ。うん。湿度が高いです。なのに、だから最近は部屋干しなんですけど、ずーっと部屋干しです。熱帯夜って25度あんの？って。熱帯夜って25度ぐらいあるもんなのかな？湿気がね、すごいんですよね。湿度か、湿度。
明日もなんだかんだ言って30度ぐらいまで上がるらしい。明日も意外と天気がいいのかもしれない。まあ、曇りか。東京は明日、曇りかな。曇りのち雨みたいな。あ、30度ありますね。最高気温30度。あ、熱帯夜っていうのは25度以上の夜を言いますらしい。へえ。なんか熱帯夜でやるキャンプが一番嫌なイメージ。したことないけど。東京は昨日まで肌寒かったのに、今晩は暑いですねって。熱帯夜ってそういうこと言うんだ。何も知らなかった。湿度が高くてすごく嫌。クーラーないとしんどい時期。スカムバックさん、ありがとうございます。結構大好きって来てるよ。嬉しすぎ。ちょっと暑いんで扇風機。クーラーじゃ寒くて、止めると暑いんで、最近はもう扇風機を去年購入しました。ちょっと待ってね。明日から日曜か月曜くらいまでずっと雨みたいだねということです。ちょっと梅雨が今週いっぱいぐらいかな。でも今週か来週月火ぐらいまで続きそう。早く梅雨なくなってほしいな。風ですかって。いや、温暖差アレルギーでございます。お風呂上がりなんで。ショールーム始めようってなると、特にすごい、いつも。なんだろう。さあ、ギフト。いただいてます。ありがとうございます。早速。ユーフルカッコカリーカッコツーターボーミンミンハウスアカシのポッチ、そして JS 読むアンセセリーターボーヤーヤンターボー鼻血、そして鼻血から星ターボーからも星をロンゲソフィラコッシーからも、そして田中アカシのポチコッシー、そしてターボーコッシーからハートを、そしてソフィラからもハートをいただいております。皆さんありがとうございます。ありがとう。運送業なんで、毎日が暑さで滝のような汗が出て体調がしんどい。おばさん、お疲れ様です。運送業の方は、すごいなと思う。なんか、運送業が何かをあんまり、わかんないけど、その宅配の人とかってやっぱり男性が多いじゃないですか。佐川の人とか黒猫の人って。あれ、女性の方ってあんまり見ないよね。運送業。運送業ってそれも宅配の人たちも運送業って言うのかな。見なくない？やっぱ力仕事だからかな。運送業。あ、宅配ですよ、だって、おばさん。佐川女子はいますよ、らしい。私、今まで女性の方の宅配は、あんまり会ったことないです。あ、最近女性多いらしい。お、女性のこと結構見ますよ、だって。佐川は多いんだって。佐川女子。まあ、制服がローソンみたいで可愛いからね。佐川は。うちに来るヤマトさんは小柄の金髪お姉さんでいつも申し訳ないです。だって。おばさんの会社は男性のみらしい。あ、でも知らなかった。運送業たまに女性いますよ。
ということです。女性が大型トラック運転してるとかっこいいと思ってしまう。ヤマト、あ、でも黒猫、ヤマトは見ないかも、女性って思ったけど、黒猫は女性の方が多い気がする。で、私、意外と力あるんですよ。こう見えて。あ、こう見えてなくたとしても、力があるんです。何？ひ弱じゃないっていうのかな？わかるかな？か弱くないというか、どんなに重い段ボールが、送られてきたとしても、やっぱり男性の方が持ってくるわけですよ。そしたら、家の中まで運びましょうかって気使って言ってくれるんですけど、いや、大丈夫ですって言って、もう、膝で支えて、壁に押し付けて、自分の持ちやすい方向にして、いつも運んでるぐらい。あ、ひ弱には見えないです、だって。そう、たくましいのよ。意外と。まあ、意外とじゃないんだけど、たくましい。昔調子に乗って、重量物を持ったらぎっくり腰になったことがあるんだって。爆買いするから段ボールも重いんでしょうねって。あー、まあそんな爆買いは最近してないんですけど、でもやっぱりあるんですよ、重いものを届くときが。女性はヘルニアになりやすいからだって。キッカ運動してるから筋肉ありそうってきてる。あ、よかった。最近それが何でも外に置いといて行ってくださいって言ってる。エアコンも最近はその感染予防対策の関係でインターフォンだけ押して、あれがないんだよね、筆記がなくて、あ、サインがなくて、そのままインターホン越しで、はいって受け取ったら、物を置いといてくれるんだよね。ね。便利だけど、最近は梅雨の時期だから、それができない。物を頼むことを、やっぱり、運送業の方にお願いすることの通販とか結構多いんですけど、そういう時でも、この時期は、宅配、物を置き引き指定にしてても、こういう時期なんで、梅雨なんで、一回持ち帰りましたっていうことがすごい多い、最近。ね。あ、置き配っていうのか。置き配だった、置き配。すごい多い。置き引きっていつも間違っちゃう。置き配ね。でも便利ですよね。ああ、でももし、バイトしていいよって言われたら、カフェの店員か、ウーバーイーツか、運送業やってみたいかもしれない。ああ、やってみたい。最近はロープで鍵付けの置き配もできるようだって。へえ。さ、そっか、置き配してても取られちゃったら意味ないですもんね。ウーバー頼んだことあるって。ウーバーあります。でもしょっちゅうは使ったことがない。なんか結構周りの友達とかは、ウーバーに頼もうかな、みたいな、パッパッパッパってやってるんですけど、そんなに言うて使って数回って感じ。みんなね、ウーバーイーツって、しょっちゅう頼むものですか？皆さんは。どうだろう？住んでる地域によって、やっぱウーバーイーツってあると思うけど。頼みたくないなぁ、だって。
まあ、したことないって方も、一回も使ったことない方多いね、意外と。まあ、そもそもウーバー頼めないっていう、まあ、地域によってなのかな。地域外。あ、都内だ、東京だけ？もしかしてウーバーイーツって。東京だけなの？ Uber Eats って。もしかして。都内だけ？東京？東京？東京って43区あるよね。東京43。あ、千葉、神奈川 OK。まあ、関東圏って感じなのかな？でも私、茨城県出身なんですけど、実家に帰った時に Uber Eats の人見たことない。自分で買いに行った方が早いので、使わないです。まあまあまあ。まあ、対応点がないっていう方も多いのね。田舎でも都心部のみらしいです、ウーバーイーツ。花の都、大東京。あ、そうなんだ。茨城でウーバーイーツしようかな。なんか、ウーバーイーツを、オマージュしてなんか違う会社立ち上げちゃおうかな。なんかなんぼやみたいな。ウーバーと出前館と楽天デリバリーに運んでもらってます。あ、でも使用してる方も中にはいらっしゃいますね。ウーバーイーツか。私も、全くだな、なんか。買いに行っちゃう。確かにこういう今の梅雨の時期とかは、ああ、めんどくさいなって思う時があるけど、晴れてたらね、なんか、ピューって、なんか自転車とかで行っちゃえば早いし。いろんなね、部署があるね。出前館、ウーバーイーツ、楽天。すごいよな。みんな考えるよな。時代に合わせて。自転車だとぐちゃぐちゃになりそうで嫌だな、だって。でも一度やってみたい職業。あれがもう職業になるのかな。ウーバーとか出前館って多分もう職業になるんだよね。職業なんですかって初めて行ったお店とかの、あの住所とか書くところに仕事はって言ったら、いろいろ会社員とか主婦とか学生とかあるじゃないですか。そこに多分運び屋とかな枠できるんだろうな。知らんけど運び屋か、かっこいいな。キカちゃん地図見るのはバッチリだって。私、地図、あの、音声で教えてくれるやつだったら大丈夫です。はい。すごい。ドローン配送が来年あたり始まるようだって。ドローンで運ばれるらしいよ。やだね、なんかカラスとかと衝突しちゃったら。あと、カラスとかになんかすごい、キジか、キジじゃない。タカだ。海とかでほら、タカとかすごい食べ物食べてくるじゃないですか。遠くの方から。ドローンで運びが始まっちゃったらちょっと怖いですね。自転車で運ぶよりごちゃごちゃになっちゃいそう。あ、足から血が出た。航空法改正になりますから、だって。あの、いろいろ考えるね、みんなね。あ、楽天がするみたいよ。でもさ、ドローンとかでさ、やるときってさ、もちろんさ、はい、あの、何、操縦する人がいるわけでしょ、ドローンを。
今から操縦士資格取れば結構儲かるってこと？多分需要少ないもんね。操縦士って、まあ、たくさんいらっしゃると思いますけど。国家資格になるんだって。ドローンだと。すごいね、でもね。じゃあドローンで配送とかになったら、ベランダに届けてっていう感じになるってことかな。玄関出てくのめんどくさいもんね。わざわざ。ベランダ、マンションとかだったらベランダに、ヤシの木が生えてるベランダに置いといてくださいみたいな感じになるのかな。さっきから副業の話ばっけやなって。そう。気になっちゃうから。だいぶ温暖化アレルギーが落ち着いてきた。さあ、というわけで、あと23分なんで、今23分なんで、37分後リリースでございます。ワクワク。ワクワク。724にもトーク&イベントが開催決定が決定しております。724連休中でございます。724にも開催が決定してて、あれ8月のやつって言ったっけな。8月の1日のやつも言いましたよね。昨日の配信かなんかで。あれ？なんかどこで何を言ったかっていうのが最近覚えられない。8月の1日のやつも言ってますよね。あれ？ 8 月？はてなはてなはてなってきちゃった。あれ？待って。あ、間違った。言ってないわ。あれ？あ、ああ、言っちゃった。あ、そっか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、普通に言っちゃった。あ、ごめんなさい。あれ？なんでだろう。あ、そっか、ラジオで言ったからか。だからすごい、ラジオの収録で言ったから、言った気になってたんだ。あれ？俺言ってないっけ？あー、言ってないわ。今トークライン見返してみたら。はぁ、そっか。間違った。あ、普通に間違った。あ、そっか。危な。こういうことがあるのね。危な。忘れてください。何も聞いてません。本当だよって。うわぁ、危な。こういうことが起きんのね。なんかもう、いつどこで何を言ったかっていうのをさ、もう全然覚えられなくて。うわ、あ、何も言ってない。危な、そうだよね、8月のやつ言ってないよね。でもちなみに8月8日はパイパイの日です。気が利くやつなので拡散します。いやいや、大丈夫大丈夫。本当に、本当にこれのやつは本当にやめてほしいやつです。あー、普通に忘れてた。そっか。まあでも、まあいつ言うか。でも、多分10日には、その、
ラジオの収録の時の10日放送な、7月10日の放送には言おうとしてたやつなんで、明日のライブでも多分言うんじゃないかなとは思ってたんですけど、話変えようぜ、だって。あ、話変えよう。そうだね。話変えましょう。うわ、焦った。危な。こういうこと起きるよね。そう、8月1日は日曜日っていうことだけ。このサーダー、体験しないなんてもったいない。話変えようだって。こういうこと起きるか気をつけます。本当にもう一回言わない。何もクイズないの、だって。あ、クイズしますか。最近その脳トレみたいなのハマってるんですけど、うわー、びっくりした。その脳トレみたいなので、謎解きみたいな、ひらめき、脳を活性化させる脳トレみたいなのをみんなにお便りで送ってもらったりとかしてて、月曜日の10時からの配信の時に、何問か送ってもらってるんですけども、今週送っていただいて読めなかった、謎解きが来てるので、ちょっと行ってみますか。問題です。ということで、皆さんも答えは言わないでください。分かっても。クマが問題を解けない場所はどこ？ということです。クマが問題を解けない場所はどこ？クマが問題を解けない場所はどこ？クマが問題を解けない場所はどこ？クマが問題を解けない。クマってそもそも、一回私日本語を英語にしちゃうんだよね。クマ。クマって何？クマを英語って何だろう？クマ。あ、なんだっけ、クマってなんだっけな、ダッフィー。違うか。クマ。あ、ベアだ、ベア。ベアクエスチョン。わ、全然わかんない。クマが問題を解けない場所はどこということです。あ、難しい。クマが問題を解けない場所は、こちら803からいただいた問題になります。クマが問題を解けない場所は どこ。あ、803見ていただいてますね。日本語でということです。クマ、え、クマが問題を解けない日本語で、ね、ビギナーさん、ネブラさん、今私がいるところっぽいな、だって。答え言わないでね。待って。これ簡単なのかな？分かった人何人かいる。日本語で？どこを日本語ですればいいの？クマ。え、クマを日本語で？クマを日本語？クマさん。あ、クマが、クマ。クマがつくところかな。クマさん。問題？クエスチョン。あ、違うか。解けない。あ、解けないっていうのが、山の雪のことを言ってんのかな。クマが解けない。あら、全然わかんない。クマがつく都道府県だって。え、普通に考えたらそのままだってわかるんだって。ちょっと方言入ってるねって。ちょっとヒントがあるので見てみましょう。あ、やっぱ、今、私がいる場所ってさっき言ってくれてた方もそうだったけど、ヒントは、〇〇県だって。あ、地域だ、これ。県、あ、〇〇県か。熊谷。違う。熊谷県。ん？
違うか。あ、熊本県。何が正解か分かんないけど、熊がつく県って言ったら、熊本県。あれ？え、正解ってきた。あれ？何が正解か分かってない。あ、うわ。うわ、むかつくって言ってた。あ、そういうことね。熊も解けないってこと。まあ、方言ってそういうことね。あ、熊本県だ。うわ、むかつく。すっごいむかつく。マジかよ。マジかよ。うわ、簡単じゃん、考えてみたら。うん、全然難しい。簡単な問題ほど答えが分かったときムカつくよね、だって。そうね、本当に。ようできた問題だな、だって。明日絶対なんか、いつか小学生の友達の、小学1年生の女の子にもう自慢げに出してみよう。あれ？これってありましたっけ？八丸さんから送ってられて、先々週のお便りで来てます。八丸さんから。赤ちゃんしかいない国はどこってやりましたよね、確か。全然覚えてないけど。赤ちゃんしかいない国は、これやりましたね。あれ？これやりました？この赤ちゃんしかいない国はどこって。あ、やったか。ロンゲさんからのやつで、拾ったのにお金を払わないといけないものは何っていうのをやりました。拾ったのにお金を払わないといけないものは何、これやりました。これやりましたっけ。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？あ、やってないだって。じゃあみんなに問題。ロンゲさんからです。脳トレクイズ。第1問。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？とのことです。答え知ってるってきてる。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？ちなみにロンゲさんが正解はコメント欄にてとのことです。拾ったのにお金を払わないといけないもの。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？なんだ？拾ったのにお金を、マネー。拾ったのに、ちょっと難しいね。あ、これはわかりましたって。早い、メタルさん。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？ということです。え？なんで分かってんのみんな。もうこれはむずいなって方も中にはいるから、まだちょっと安心。拾ったのにお金を払わないといけないもの。あ、でも拾うじゃないね、あれ。あ、拾うじゃないな。え、よく乗ってると思いますよ、だって。ヒント。よく乗ってると思います。あ、ヒント出すのが難しいらしい、この問題。よく乗ってると思います。ということで。拾ったのにお金を払わないといけないものは。あ、よく乗ってるって言ったらもう一つしかないじゃん。チャリ。自転車のこと。チャリ。チャリンチャリンだからじゃない？チャリ。あ、チャリではないらしい。拾ったのにお金も払わないといけない。昨日乗ってたよ、だって。
あ、終電がなくなると？あ、そういうこと、めっちゃ簡単じゃん。手を挙げるやつね。拾ったのにお金を払わないといけないものは何？もうみんなのコメント欄のやつでも分かっちゃった。タクシーだ。芸能人よく乗るだって。そうね、私がよくすぐ酔っちゃうやつね。あの深夜の仕事終わった後に乗ると絶対酔うやつ。タクシーだ。正解は、あ、拾ったのにお金を払わないといけないものは何？タクシーということです。うわ、なんかすっごい難しい。でも次の問題はめっちゃ簡単。お寿司屋さんで続けて食べると痩せてしまうものは何？お寿司屋さんで続けて食べると痩せてしまうものは何？これはもう、猿でもわかる。タクシー、あ、タクシーじゃない。ガリ。これはガリ。というわけで。なんかちょっと脳が、あの、カッカされた感じはします。ガリ、ガリね。簡単。これは最後の問題も簡単です。そう、あの、脳を動かすといえば、最近あの、よくインスタとかツイッターで流れてくるんですけど、なんかダーマペンじゃなくて、あ、これ美容系、最新の美容系なんですけど、うわ、なんだっけな。あのね、脳を、こうやって頭を、今すっごい思い出せそう。脳洗浄だ。脳洗浄ってわかります？脳の、なんかちょっと、マッサージすると、頭がすっごいちっちゃくなるんだって。脳洗浄って知ってる？脳、最近流行ってるらしいですよ。脳洗浄。頭の老廃物を流していく手術になるんだって。頭がむくむと脳が圧迫され、働きが低下し、自律神経が乱れてきます。脳の疲労を取ることで全身が、活性化し、自律神経が整い、体の巡りが良くなりますってこと。聞いたことある？ヘッドスパとどう違うの？だって。わかんない。やってることいますね、だって。頭をパカッと開けて脳を丸洗いするの。私もそうかと思ったんですけど、あの、単純に、まあ、それこそ、マスミンさんが言ってるようにヘッドスパみたいな感じだとは思うんですけど、結構、いいねはしますね。その、もう、5、6000でできるとかじゃないと思います。ま、万超えは多分、1万5とか2万ぐらいいくのかな。なんか怖いなってきてる。でもね、ちょっと気になる。偏頭痛治るって聞きました。やっぱ女性の方すっごい詳しいですね。脳洗浄。あ、それって洗脳だよって来てる。なんか怖いなって来てるぐらいだから。怖い。洗脳なのこれ。詐欺やって来てるよ。嘘。怖い。やめてください。そういう詐欺とか、洗脳とか、ちょっと怖いわ。洗脳してから払わせるって。まあ、いろんなね、口コミもありますからね。でもちょっとね、これ、一度でいいから、もし嘘だったとしてもやってみたいなと思う。あの、美容系。気になる。最近のすごい気になる美容系。なんか結構ちょくちょく見るんで。もう気持ちは良さそうだって。
自律神経良くなるってようだ。やらなきゃ、私一番必要とする子ですよ。自律神経。今いろんなのありますからね、美容も。HIFU の方が良さそうだって。すごいね、HIFU 私まだやったことないですけども。まあ、女の子はよく、特に芸能人の方とかはすごい、なんか、めっちゃやってるってイメージはある。忙しいですよね。さあ、ギフト追加でいただいてます。ありがとうございます。ロンゲさん、ソフィラさん、ターボーさん、そしてハチマルさん、アンさん、ソフィラさん、ユフレカコカリさん、ヒナさん、そして、わあ、また見れなくなってる、この現象なんだろう。またね、今この間もそうだったんですけど、これギフトがある程度、わーってなると見れなくなる仕組みとかあるのかな？なんかね、ギフトがね、一番初めに読んだ人、下からずっと読んでるんですけど、ギフトって。で、中盤で読んで、後半に読んで、みたいな感じなんですけど、今またひなさん、ソフィラさんで止まってます。そしてロンゲさん、ありがとうございます。電波悪いかも。また変なバージョンアップしたんだろうか。どうだろうね。結構2度目なんで、まあ、こちら後で解決したいと思います。まあ、ギフトくださった方、本当にありがとうございます。阪神タイガーズ、勝ったぜ、だって。中野4475さん、ありがとうございます。いろいろあるんだな。なんだろうね。さあ、今44分です。11時44分。あと15分後、約15分後に配信リリースされますので、ぜひ、聞いていただけたらなと思います。今日はなんでカーキ色の T シャツなのって。そんなに特に理由はありません。もうすぐ新曲聴けるのか。もうすぐです。カーキ色の T シャツなんでって。サバゲーでもしてきたかって。したことないですけど。Amazon Music。ウニリミッテッド。まあ、Amazon Music なんとかで聞きますかって。Amazon も、Amazon Music はね、なかった気が、Amazon でも聞けるって。じゃあ自分も聞けます、私も。さあ、ぜひ、いろんなセクションで聞いてください。Amazon Music Unlimited っていうやつです。初見のジャガバターさんから、泣いてるって来てます。全然泣いてない。最近よく泣いてるって言われることが多い。だから多分目がうるうるしてるんでしょうね。今も結構夜に近づいてきたから。すごい、目が多分うるうるしてんだと思う。いろんな各方面で聞けますので、ぜひダウンロードして聞いていただけたらなと思います。確かにそのシャツだとご飯大盛り出されます。だって。この色着てると。昨日も話したんですけど、その焼肉屋さんに行って、私の友達、一緒に行く友達、大体めっちゃ食べる、わんぱくな方たちがすっごい多いんで、ご飯も頼むんですよ。で、その時に、私の友達がご飯頼んだのに、私のところになぜかご飯が届くから、なんかすごいショックだなって話を昨日しました。
ね。というわけで、あともう少しで配信になります。ぜひぜひゲットして聞いていただけたらなと思います。そして日付変わって7月7日は、渋谷の方で、ライブがありますので、ぜひ、刀剣もあるのかな？多分、あると思いますので、ぜひ、遊びに来ていただけたらなと思います。ちなみに、この後すぐダウンロードは iTunes ストア、そしてレコチョクモアみたいです。ということで、いろいろあるみたいなので、ぜひ、ゲットして聞いていただけたら嬉しいです。というわけで、そろそろ、ドローンしようかなと思います。ギフト追加でコッシーさんいただいてます。ありがとうございます。さあみんな、この後すぐゲットして聞いてください。そして明日来られる方、気をつけて来てください。そして来られない方も、ツイキャスの方で、配信がありますので、ぜひ、そちらの方で見て応援していただけたらなと思います。明日も、ライブが終わって配信、ライブが終わってまた、この時間ぐらいから配信できたらな。疲れてなければ。はい。と思っておりますので、また明日お会いしましょう。では皆さんおやすみなさーい。寝まーす。8月のやつは忘れてください。さあ、さよなら。おやすみなさーい。切ります。